チャンネルの時間です。若くです。石です。ケンちゃんです。はい、本日は宮脇ケンさんにお越しいただいております。ありがとうございます。どうもです。よろしくお願いします。ケンちゃんシリーズです。はい、全部で10本。そうですね、シリーズ10年ですね。10年。はい、最初に、シリーズが始まったのは何歳ぐらい？5歳ですね。よもはるみさんお姉ちゃんでいて、そこに弟で僕が登場したのがちゃこ姉ちゃん、で次ちゃことけんちゃんで、独り立ちしてじゃんけんけんちゃん、けんちゃんとこちゃん、寿司屋のけんちゃん、ケーキ屋けんちゃん、おもちゃ屋けんちゃん、けん兄ちゃん、お蕎麦屋けんちゃん、フルーツけんちゃん、洗濯屋けんちゃん。なんか今一本増えてますね。すいません。ああ、やりやすい。ね、1シリーズ52本1年ですからね。はい、もうほとんどじゃあ子供の時にもテレビ局ですね。そうです。もうだから国際放映という撮影所にいる時間の方が一番長いわけですね、家にいるより。あとコマーシャルは年間ライオンを中心に10本ぐらいやってましたからね。あの頃は年計なんですよ。今みたいにワンクール、ツークールじゃなくて。年計だ。年計ですね。それで、親父はよくクラブ活動行ってましたから。クラブ活動。やりやすい。絶好調の、まあ、20歳まで。はい。そこから、もう、ジェットコースターのように。そうですね。バンディージャンプで落ちていきましたね。すごい分かりやすいのは、18歳まで運転手がいたわけですよ。はい。ええ。それで、親が20歳で離婚して、21歳で僕大阪行って、チャンバラトリオの運転手やってたんです。座席が後ろから前のハンドル握る係になった。それすごい分かりやすいじゃないですか。なるほど。元カノって三原淳子さん。あ、三原淳子先生。当時みんなが好きだった。ああ、ねえ。女性ですよ。そうですよ。その人とケンちゃんがまさかの交際生活。そうですよね。って自分が言ってんのどうすんだって。あそこ行っちゃいますか。いいですか。あ、全然どうぞどうぞ。だってあれ日本中の僕らの同世代はうっせえやうっせえや絶対にいや、だって本当ですよ。だって徹子の部屋にね、はい、三原淳子先生が出てて、淳子ちゃんケイちゃんとはどうだったの、付き合ってませんって、はぁみたいなのがテレビ見てて、はぁみたいな付き合っとられた。あ、付き合ってました。それで、ザ・ベスト10出た時は僕があげたダイヤのネックレスちゃんとやって出てまして、全力おふくろ様で証券と坂口陽子さんのこうやってこうやるの僕は三原淳子に伝えて、セクシーナイトを歌いながら、たまに三原淳子がこうやって僕がテレビのこっちでこうやってたっていうみたいな。ブロックサインがあったんですか。そうそうです。で、2曲目がドラムっていう曲で、あれ僕がドラマーだったんで、あれ僕が教えたんです、ドラム。そうなんですか。そうなんです。それは付き合ってるわ、やっぱり。今日酒も飲んでないのすごいですよ。きっかけはどのドラマなんですか。ゴゴチアガールですね。あ、なるほど。で、一発目の撮影で、小田急線の狛江っていう駅で、喧嘩するシーンで、不良に絡まれるし、相手の肘が入って、ここ全部折れて、帝京の集中治療室に入ってたんですよ。はい。で、そんなカップル。そうです。そんなカップルと両方、スタートしたばかりで、で、帝京で大手術をして、個室に寝てたら、電話がかかってきて、三原先生から、で、お付き合いしてくれませんかっていうか、まさかお付き合いしてくれませんかなんて言う。電話ですか。三原先生から言われたから。うん、で、きっかけで。はい、そうです。で僕はあんまり金八先生は見てなかったんですよ。はい。あんまりそんな印象はなかったんですけどね。三原淳子さんは付き合ってる相手としては、すごい可愛い女性だったことないですか。でも性格がね、全く、もうこういう道指で、こういう感じなんですよ。皆さんが想像してるのとは、なんか突っ張りって全く違います。うん、このギャップがすごいですよ、うん、あれはあくまでもイメージですから、はいはい、根っこはめちゃめちゃもうこういう本当に男性を立てる、そういう気がしますよ、はい、今の奥さんと結びついたのは、うん、聞いたことないんですけど、どういうのがきっかけで。これはですね、オカマクラブで飲んでたんですよ、新宿の行きつけのオカマクラブ大好きですごいシチュエーションです、ね、それでたまり場になってまして、そこにたまたま電話して、でもなんか可愛い女の子いないかいっつったら、やはり今日美容師さんの団体入ってるんですよ、美容師のって。で、スケベ根性出した僕は、これ行かなきゃってんで行って、ほいで、ちゃっかり嫁さんの隣に座ってて。あ、奥さん美容師さん。美容師ですよ。あ、そうなんですか。ええー。その頃は、すみません、宮崎さんは、お仕事って、まあ一応芸能界にもいながら、どん底でしたね。そうですよね。はい、
この間もね、なんでって聞いたら、もうなんかかわいそうでいられなかったって言うんですね。うん、どん底でした。僕、輸入家具屋で働いてましたから、その頃は。ちなみに、その頃は、まあ、大変苦労されてる中で、借金、うん、連帯保証人でね、ご苦労されてる宮崎さん、はい、その結婚する頃は借金はいくらぐらいだったんですか？これは何百万まで減ってたと思いますね。当時3億とか4億とかが、それはもう分割で全部合わすとそれぐらいの金額になるんですけども、一緒になった時は1000万はなかったような気がしてましたね。僕は借りたものじゃないですよ、全部保証人です、ね、保証です、人のもんですかね。そうです、そうです。やっぱりいろんな仕事を、言えない仕事もやってますね、違うから。まあ笑いますね。沖縄でね、チャンバラトリオの結城さんのご紹介でアルマムさんが一緒にお店やろうって言ったんですけども、もうなんか給料が滞ったりして全然結局お金もらえないんで、僕琉球放送とラジオ沖縄に飛び込みで行って、スポンサー持ち込みで向こうで番組を始めたっていうのがきっかけなんですよ。本当はね、沖縄に婿養子に行って宮脇って名前じゃなくて金城安行とか玉木安行になるのが夢だったんです。それぐらい沖縄が好きだったんです。なるほど。でも今の奥さんっていうか女房は岩手県東北ですけども、まあ真逆ですよね。でもやっぱり僕もいろいろ病気してる中で、本当に今嫁さんが世界一いい人だなっていうのは本当感じてるんですよ。大病しましたからね。この間収録してこの会わない期間に僕2回ほど三途渡りかけてましたんで、三途の川を透析というもので、ね、泣いてもいいぐらいの悲しいことも終わりだ、はい、宮脇さんが、はい、なぜこんな前向きにこれだけポジティブに楽しくされて来られたのか聞きたいんですけど。いやもうね、借金があった時にくよくよ考えててもどんどん借金がだるま式に膨らむだけだから、もうそんな考えてる時間があったら何でも仕事をね選ばないでやらなきゃっていうので、僕交通量調査もやりました。それからダイオキシーの調査もやりました。それから風速計を立てる、ここまで八甲田山の映画じゃないけどここまで雪に積もって風速計を立てる仕事もやりました。だから世の中で仕事がないって若い子たちが言ってる人なんかいるけども、選ばなきゃ何でもあるんですよ、仕事っていうのは。今がどんな辛い仕事でも、ここの仕事やった人間はここに比べたら今幸せだって思える自分がいる人が強いんですよ。だから僕はもう交通量調査24時間48時間やったこともあります。だからそんな時の辛さを思い出すも、今全然辛いなんて思わないっていう。透析しながら食事療法もあるし、制限もあります。飲み物も食べ物も制限はあるけども、その中ででも幸せだなっていうものを探すと本当に幸せなんですよ。今ケンちゃんの時に休みが欲しい、明日休みたいと思ってても、今病気で休みやってるじゃないですか。だから本当にね、全てに感謝なんです。だから大病するとね、どんなことでも幸せに感じるんですよ。隣の部屋で寝てる息子のいびきがうるせえだと思ったけど、僕やっぱり死にそうになった病気をしたら子供のいびきも居心地がいいんですよね。それが人間だと思いますね。だから自分の人生の中でもこのね、体調でどん底まで行ったから奥さんの本当に横道それて遊びかけた自分もいますけど、今本当に結婚27年、本当に宮脇さつきっていう奥さんに心の底から感謝してます。またぜひスイちゃんの次回お待ちしてますんで、ジャニーさんの話も次に話していいから、いいかも。はい、ちょっとじゃあありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.
Thank you.